新城市では今月2日誤って罠にかかった日本カモシカを助けようとした男性が角で刺されて死亡しカモシカは殺処分されていましたその後今月9日になり愛知県と新城市にカモシカの殺処分に抗議し職員を弓とナイフで大量に殺処分するなどと書かれた脅迫メールが届いているのが見つかり警察に相談したということですメールには今月12日に 愛知県庁と新城市役所を訪れるとも書かれていましたが異変はなく警察は威力業務妨害などの疑いで捜査しています。